佐藤ひとみ、12.2kg 減。七尾とのキャラかぶりを懸念。女優の佐藤ひとみが、17日、都内で行われた、ライザップ新 CM、記者発表会に出席し、ダイエットにより、体重、61.6kg から、49.4kg のパーフェクトボディを披露し、七尾と、キャラがかぶる、と、懸念した。結果にコミットする。でおなじみのライザップは、専属トレーナーによる独自のメソッドで、理想のボディメイクを目指すプライベートジム。これまでにも、香取慎吾、峯岸みなみ、江戸晴美など、数多くの有名人が、挑戦しており、38歳の佐藤も、40歳を前に、痩せてモテたい、と奮起し、3ヶ月間にわたるトレーニングで、体重、61.6kg から、12.2kg 減、ウエスト、マイナス 20.5cm、体脂肪率、35.1% から、マイナス 10.5% という理想のボディを手に入れた。安室奈美恵の、Can you celebrate? に、乗せて、純白のウェディングドレスをまとってバージンロードを歩いた佐藤は、痩せて、こんなに綺麗なウェディングドレスを着させていただいて、すっごい嬉しい。と、喜びながらも、一人で歩くんだっていう。と、バージンロードを共に歩く相手がいない状況に肩を落とすと、何回ウェディングドレスを着て、何回婚期を逃せばいいのか、とぼやいた。そんな佐藤だが、38年間の中で今一番綺麗なんじゃないかな。とそのボディには、自信満々。実は、最初の1ヶ月間は、トレーナーに内緒で飲酒を繰り返していたそうだが、罪悪感から告白すると、ストレスになるくらいなら、飲んでもいい。と、言われたことで、あまりストレスを感じずにダイエット生活を続けられたという。そのおかげで体質も変わり、お酒が弱くなりました。夜、9時から昼まで飲んでいたのが、今は夜中の、2時、3時で終われる。ちょうどいい。と、喜んでいた。そして、来たことがない。と、話す露出度高めなドレスへのお色直しも行われ、美脚やウエストをあらわにすると、女優だったのを思い出してきました。と笑顔。さらに、今までは、ぽっちゃりした嫌味なおばさん役が、多かったけど、七尾ちゃんに近づいてきたかな。キャラがかぶるな。と、懸念して報道陣を笑わせる場面も。しかし、どうやら本気のようで、佐藤は、絶対、誰も笑ってません。と、知らん顔を決め込んでいた。新 CM は、18日から全国で随時放送される。